DM のコストダウン、その3ですえ。コストダウンするのに一番大きなのは、え通数を絞り込むことです。例えば、名簿が6000人あると、そこの6000人に同時に UDM を発送することは、チラシをばらまくと同じようなことですね。年代により、それから男女により、それから趣味により、人はそれぞれ、えー <coughs> 価値観が違いますそんな時にデータベースマーケティングということを私たちはこの20年勉強してきました。例えばここに挙げてある言葉の説明を少しさせていただくと RFM 分析というのがあります。R というのはリーセンシー、最後に来た日にちですね。ですからあー今でもしょっちゅう来てくれる人には5点。そして えー、業種によって違い,違いますけどスーパーだったら3週間来てない人は4点、えー、3ヶ月来てない人には3点、えー、1年来てないそれ以上こんなふうに分けることによって、えー、常に来てくれる人と絞り込むことができるわけですね、えー、フリークエンスというのは、えー、回数訪問回数ですねですから訪問回数の多いい人もいれば 訪問回数の少ないい人もいる。でも、1、えー、人住まいのおばあちゃんはスーパーに毎日来るかもしれません。でも、売り上げ金額は少ないです。でも、えー、大家族の人は、週に1回、えー、まとめて、えー、安売りの時に買いに来るわけですから、えー、回数は少ないけども、売り上げは大きいという、これが R と F ですね。M っていうのはモネタリー、マネーですね。えー、そうすると累計金額で えー、この3ヶ月どれぐらい買っていただいたのか年間でどれぐらい買っていただいたかっていう、えー、絞り込みもできるわけです。えー、デシル分析とか、えー、商品デシル分析とかからあもっと複雑にすると Google アナリスクのようなあもので、えー、お客様を絞り込んでワントゥーワンマーケティングというのもありますけどワントゥーゼムマーケティングというのが 私たち DM 専門店ラブレータータズの研究テーマです是非通数を絞り込むことによって DM のコスト削減の大きな効果が出ると考えております。